スリランカ人のウィシュマ・サンダ・マリさんは今年3月、名古屋の入管施設で死亡しました。出入国在留管理庁は、施設の監視カメラに映った生前のウィシュマさんの映像の一部を遺族に開示しました。これを見た遺族は、誰が見ても入院させるべきだとわかるくらい体調が悪化していたと涙ながらに訴えました。ウィシュマさんが苦しむ様子のほか、 職員2人が笑いながらあなたは重いですねなどと発言する様子が映っていたということです。